はい、こんにちは、この子猫です。今日の一日一冊はウンディーネです。フリードリヒ・フーケ作、ドイツロマン主義文学です。ドイツロマン主義文学とは何かと言いますと、グリム兄弟のヘンゼルとグレーテル、ラプンツェルのような、メルヘンチックな文学のことですね。ゲーテのファウストなどが成立に大きな影響を与えているとされています。ゲーテ自体はロマン主義に批判的だったんですけど、そんなですね、ドイツロマン主義文学としてとっても有名なのがこの風景作ウンディーネ、水の精ですね。騎士フルトプラントは森で迷っていたところ、老夫婦に助けられ、その家で夫婦の養女であるウンディーネと出会います。天真爛漫な彼女にすっかり騎士は惹かれ、ウンディーネも騎士に好意を抱き、二人は結婚することとなります。しかし婚礼の当日、ウンディーネは騎士に自分の正体は水の精霊だと告げるというお話です。人魚姫です。話の筋がアンデルセンの童話人魚姫にそっくりです。と思ったら逆でした。アンデルセン自身、風景のウンディーネから大きな影響を受けたと記しています。そしてこの風景のウンディーネの元ネタはどこかというと、なんとですね、中世の錬金術師パラケルススの著作、ニンフ、シルフ、ピグミ、サラマンダー、その他精霊についての書と言われるですね、いわゆる地、水、風、火の四大精霊の話です。いやー、まさかですね、人魚姫をたどっていくと錬金術にたどり着くという、古典文学を読んでいるとこういうですね、謎のつながりを発見できる、これがね、古典文学の魅力だなと改めて感じました。このウンディーネ、人魚姫ほど子供向けではなく、かといって難しすぎず、ドイツロマン主義文学の最初の一冊としてはとってもいいかと思いますので、ぜひ風景のウンディーネ読んでいただければと思います。と、こんな感じでこのチャンネルでは毎日一冊おすすめ本を紹介していますので、気に入ってくれた方はぜひ高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。では明日もまた会いましょう。バイバーイ。